ナイキー君とカズトラ君が。よそ見してんじゃねえぞ、やら！やべ、やられる！てめえ、何しにここに来たんだ。てめえも二番隊の一員だろうが。気抜くんじゃねえぞ。ここでやられちゃったら何もできねえじゃんか。目の前の敵に集中しないと。待て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 、目の前の敵、本物の不良と喧嘩。正面の敵だけ見てろ、相棒。チフユ、背中は俺が守ってやる。喧嘩にビビんねえ奴なんていねえよ。どう向き合うかだ。やってやるぞ、バカ野郎。最悪の未来を変えないと。敵が多すぎる。確かに、トーマン150にバルハラ300ってだけでも不利なのに、幹部連中は踏ん張っても舌が押され気味だ。やめろよ、もう無理だ。うっせぇ、死ぬな。しっかりしろよ。でも俺らじゃマイケンやドラケンみたいにはやれねえよ。すまねえ。お前らは俺が守る。やべえな、気持ちで負けてきてる。かかってこいやってめえら。残そう、俺が終わらすんだよ全員。ぶっ飛ばー。やるじゃん、タケミッチ。何弱音吐いてんだおめえ。てめえもだろうがよ。トーマンの底力見せちゃうぞ俺。ドラケン、もう平気だよ。こいつらを守る必要なんてなかったな。目覚めたぜ、タケミッチ。行くぞ俺。見てろよ、タケミッチ、有利になるぞ。なんで？お前があいつらを奮い立たせた。おかげでドラケンが自由に動ける。